凍談。漢文十一年の正月、雲州松江商工院の墓所には四季の石塔が建てられた。雪舟は固く火したと見えて、誰も知っているものはなかった。が、その石塔が建った時、二人の創業が勾配の枝を下げて、 朝早く商工員の門を喰った。その一人は城下に名高い松木乱体に紛れなかった。もう一人の操業は見る影もなく闇儲けていたが、それでも凛々しい物腰にどこか武士らしい様子があった。二人は 墓前に勾配の枝を手向けた。それから新しい四季の石灯に順々に水を注いでいった。後年、大漠李炎の絵下に、当時の闇ほうけた創業と よく似通った老脳師がいた。これも純格という僧名のほかは何も素性の知れない人物であった。